テレビはボランティア募集してます。週に1回出会える友達って感じですかね。仲間ですかね。楽しい仲間。そうだ、どうしですか。どうし、同じ志を持ってどうし、同じ存在を応援している仲間って感じですかね。まあ普通のあれでしたらちょっと物好きなんじゃないですか。私60ですけど青春ですかね。はあ、中学高校のクラブ活動に近い感覚があります。私の生きがいです。そうですね、やっぱり私町田出身ではないので、町田出身じゃないとどうしてもこう人のつながりとか知り合いができないんですけど、町田よくここに来れば知り合いに会えて、また一つのことがみんなでできてみたいなところが楽しいかなと思います。割と何て言うんですか、グループとかができてなくて、いろんな初めての人でもこういらっしゃいっていう気に歓迎してもらえるところだと思うので。僕会社で働いててもなんかあんまりお会いできないような方とか一緒にできるのがすごい楽しいです。なんかこう町田でなんかこうできることないかなって思ったのがきっかけで、サッカーももともと全く興味もなくって、セルビアがあるってことしたんですけど、ルールも何も知らないけど参加しています。楽しいです。やっぱり楽しくなきゃ続かないので、セルビアを応援したいから やってる人と、もともとはただ単に地域に貢献したいとかやりがいとか楽しみを見つけたいということで始めた人が多分半々ぐらいだと思うんですけど、でもやってるとやっぱりゼルビアが大好きになって、もうゼルビアの行き先を見届けたい、そんな感じできっとみんなやってるんだと思いますよね。